勢をうまく、まあ、転ぶ姿勢を取るということと関節をやはり柔らかく制御する、まあ、転倒制御を行っています。それから自分でこのようにうまく起き上がってくるという。頑張って顔を覚えようね。このように自在にですね、ステップを踏んだり方向を変えたり、まあ、このようなユニークな構図も両足、そしてこの動く路面の上を前の方に前方に向かって歩いていくということもできます。まだそこのハードルが超えられるかどうか、Apart from the a lot of robots already announced by many companies, we are targeting fully autonomous robots, which means the robot has its emotion and so the decide what to do and decide what to say by himself. That is the major point different from the other robots.こんにちは。僕に名前を教えてくれますか。私の名前は二宮です。二宮さんっていう意味ですね。はい、そうです。お友達になってくれますか。こちらソニーの新しい人間型のロボットです。自分に転んでも自分で起き上がったりさ。やってみてもらえますか。はい、SDR でこのように抱き上げられますと、手を振りながら、そのデモンストレーションを終了いたします。ありがとう。